帰りなさい。今日もお疲れ様。今日はブリを使った絶品和食。まずキュウリ3本の先端切って、塩を多めに振って板ずりする。そしたら一口サイズに切って、ジッパーにキュウリ、醤油大さじ2、ごま油とみりん大さじ1、和風だし小さじ1入れて揉み込んだら冷蔵庫へゴー。玉ねぎ1個をくし切り、厚揚げは一口サイズに切って、ネギは長めと短めに切る。フライパンにごま油引いて、ブリ両面焼いたら厚揚げと玉ねぎ投入して、玉ねぎがしんなりしてきたら水 60cc、 醤油とみりん大さじ2、砂糖大さじ 1.5、和風だし小さじ1入れたら落とし蓋して12分煮る。その間に鍋に水としめじと和風だし入れて火にかけて、火が入ったらネギと味噌入れたら味噌汁 OK。 こっちも12分経ったらネギ投入して少し炒めたら完成。ご飯食べてゆっくり休んでね。